テーションでトークタイムに臨みたいと思います。ご参加よろしくお願いします。今日は、たくさんの応援どうもありがとうございました。おかげさまで優勝することができ、東北大会という、次のステージに進むことができました。せっかく自分たちで掴み取った優勝だし、次につながる大会で優勝できたということで、東北大会では本当にチーム一丸となって、レベルの高い相手と思いっきりぶつかって、今の自分たちの欠けてる部分が何なのか、逆に通用する部分は何なのかっていうものをしっかり持ち帰って、天皇杯、その後につながる天皇杯にまた挑んでいきたいと思います。みんなと喜びを共有できたことを、すごい、嬉しく思っているし、今日は感動しました。どうもありがとうございました。今日はたくさんの応援の中、福島ユナイテッドとしてマスタイトルを取ることができました。その試合でもチームとしても個人としても勢いに乗る先制点を取ることができまして、とても良かったと思います。東北大会に臨むにあたってでもチームとしてもいいチャレンジだと思うので、ぜひ全国につながるようないい試合をして頑張っていきたいです。ありがとうございました。無事、優勝することができました。これも、サポーターの皆さんのおかげだと思ってます。ありがとうございます。点数も 5-0 という点差だったんですが、結構外す場面もやっぱり多かったので、その辺をしっかりとこれからも集中して決めていけたらと思います。これから東北大会があるので、今もチームの状況もすごい雰囲気もいいし、これからもっとそのいい感じでやっていければ必ず優勝できると思っているので、頑張りたいと思います。これからも応援よろしくお願いします。これ終わったら。